子どもたちの素直なリアクションを通じて地元の食の魅力を伝えるなるほど探検隊。僕、なるほどくんが子どもたちをナビゲートするよ。今回のテーマは県内で年間およそ2トン食べられている食べ物。小さい時からおやつ代わりに食べてたと思います。サーチロールに練り物と卵とかそういう中おいしいです。しっかりと噛み入るから魚の味が楽しめる。こちゃんと魚が豊富でおいしいからおいしくて栄養満点。高知県民は練り物が大好き。何にでも合うからパンに挟んでも美味しいんだよね。また小学校の給食時間にお邪魔してみると給食のメニューにも登場し子どもたちからも愛されています。生姜で食べるのは好き。美味しい。めっちゃ美味しい。今回はそんな練り物の産地の一つ室戸へ。室戸といえばミネラル豊富な室戸海洋深層水。この水で仕込んだ練り物は独特の弾力とほのかな甘みを持つといいます。お世話になるのは地元で人気の山本かまぼこ店。揚げたてを食べたい。美味しいからですね。出来たてをやっぱり。おはようございます。いつもありがとうございます。はい、あ、どうぞ。はい。1938年の創業以来、手作りにこだわり、塩加減はその日の気温や湿度次第。焼く、蒸す、揚げる時間も 0.1 秒単位で調整し、毎日その日一番のかまぼこを作っています。世界でも人気の山本かまぼこ店。調査するのは小学4年生の大輝くん。練り物について聞いてみると、何も分からない。ほとんど分からないという大輝くん。煮物とかに入れたりしてたのかな。煮物に入っている練り物が大好き、ひいろちゃん。かまぼことかちくわ、1週間に3回ぐらい。かなりの頻度で練り物を食べているというれいかちゃん。そんな3人でお邪魔します。本日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日は体験してもらいたいんでぜひ入ってください。はい、どうぞ。よろしくお願いします。ところでみんな、かまぼこって何でできてるか知ってる？魚とかっていう。いい匂いがする。あ、なんか嬉しいな。そう、このいい匂いの正体は練り物の主な材料、スケトウダラっていう魚なんだ。これから天ぷらを食べてもらうんで。はい、じゃあこちらの方へどうぞ。はい。練り物を油で揚げた天ぷら、揚げたて熱々だ。ニナさんは練り製品食べる時って、定食の中にはゆでうどんみたいな。あ、うん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 。いつもは給食やうどんで食べていた天ぷら、果たして出来たての手作りのお味は？熱々を今から食べてもらいますんでね。熱いかいけど、やけどしないでね。はい、食べてください。熱々です。美味しい。こんな熱いの食べたことない。お店で買った時より、なんか甘い気がする。それが出来たての味。もうワンちゃんすごいです。ひろちゃん大発見。出来たての天ぷらは甘いんだ。それにはちゃんと理由があるんだって。その昔、この室戸ではある職業の人がこのかまぼこ食べてました。誰だかわかるかな？わからん。答えは漁師さんです。漁師さんは一日中潮風を受けて口の中常にしょっぱい感じやったんで、少し甘口の天ぷら、ほんのり甘い天ぷらの山本かまぼこが愛されてきました。そこで漁師さんとかが、そう、買ってたね。天ぷらの少し甘い味は漁師さんのためだったんだね。船の上でおにぎりと一緒に食べていたそうだよ。
その当時から腕を振るうのが御年83歳2代目の龍一さん。手作りの味にこだわった扇かまぼこ、2代目に教わりながら作ってみよう。難しいところって何ですか？はい、ここを入れるところね。小さいところ。そうそう、扇の差しの部分はピンクのすり身を一塗りし、白のすり身で整えて、さらに緑のすり身を一塗り。簡単に見えますが、この技は修行してできるようになるまでだいたい2年かかるんだとか。いよいよ子供たちが扇かまぼこ作りに挑戦。そうそうそう、おそう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 、あー、あー、そうする、そうするから。そうそうそう、惜しい。ピンクのすり身が斜めになって、これだと刺しも綺麗に見えない。それはこう持てがね、こう持てだな。色付きのすり身を真ん中につけるのはとっても難しいんだね。難しい、難しいやろ。最後まで真剣な大地くん、よく頑張ったね。ヒーロちゃんとレイカちゃんも頑張れ。そう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 、面白くてそのすごく難しいことが分かりました。滑らかにステップからやりゆって初めてです。すごいと思った。2時間蒸して3人の扇かまぼこが完成。達人の扇かまぼこを切ってみると、色付けの部分はこんな感じ。本当に綺麗だよね。3人が作ったものは少しムラがあるけど、ちゃんとピンクと緑の差しが見えるね。よく頑張りました。いただきます。はい、美味しかったです。もちもちしちゃってから甘い、ちょっとだけ。上手やけど、うまいね。カリンところが、ちょっとこう身近なものがね、カリンとちょっとあれ、まあこんなもんでしょう。実は上等よ、上出来。初めて。手作りの練り物は職人さんの熟練の技が支えている。美味しさの理由が分かったね。山本さん、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。高知の食について学んだ、なるほど探検隊。